35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答形式、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク座製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしております。このようなご質問いただきました。中国語が文字化けてますっていう話なんですが、これも前回と同じですね。文字スタイル管理のところで中国語のところをちゃんと設定をしていなかったために起こると考えられます。なので文字スタイル結構大事なので、先に設定していただくことと、文字スタイルですね。注釈の中にあります文字の文字スタイル管理のところですね。まず設定したければビッグフォント仕様にしていただいて、ここの中にですね、中国語って大きく分けて2種類あるんです。何かっていうと、日本人が読んでも読めるものと、あと画数のものすごく多いものですね。それはこの中に入っておりますので、どちらかっていうところをですね、設定していただいて見えるようにしていただければと思います。このような時にファイルのですね、とかソフトのご相談が多い気がいたします。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。